今日は私のお気に入りの場所、お気に入りのショップを紹介するために原宿へやってきました。原宿すごい好きな場所の一つですね。原宿は可愛いお店もいっぱいあるし、危険地帯です。今からもう私のすごいお気に入りのブランド、もうこのショップがないと、このお店がないと生きていけないという、そういう素敵なお店に来たいと思っています。もう私ね、やばいんだよね、あのお店に行くともう本当にテンションが上がってしまって。あ、ヒントとしては今日私が全身着ているブランドですね。スカートもトップスもソックスもアクセも結構今日は全身しています。わかる人はわかるかな。もうそろそろもう見えてきました、天使がいるよ。天使がほら看板のところに天使がいます。ここはミルクです。家の天井を天使にするためにはどうすればいいんだろうとか、いろいろ考えてたらミルクがもうやっていた。誰かのミルクが入る。これチェリーの、私すごい勢いでこのチェリー買っちゃった。今日もチェリーだった。うちの私物のミルクのワンピースとかはかなりイベント出演歴多数。もうどうしよう、危険がいっぱい。七滴ベストセレクションしたので紹介したいと思います。まずやっぱりこれかな。その1、ミルクのワンピース。これはもう私が春夏でもうこれは一押しと思った柄です。このギンガムにイチゴとチェリーベリー柄です。このワンピースってすごい割となんていうの、ここがこうやってこうハンガーにかかってるとすごいシンプルに見えるんだけど、着るとこの裾のここが切り替えてあるから、なんかすごいちょっとひらっと見えるの。こう歩くとひらっと揺れてすごいなんかこうなんていうの、あ、やっぱりすごい割とシンプルなラインに見えるけどさすがミルクと思いました。そう、下にほらペチになって、ペチコートになって2枚仕立てなんだよね、ここの裾が。ちょっとこれはポイントです。その2、ソックス。これはギターと星なんていうか、私すごいソックスとかが大好きで、気づいたら1日5足ぐらいなんかソックス買ってる時があって、無駄に。このソックスはやばくて、なんかお洋服に合わせた時にすごいポイントになるし、私なんか黒にシルバーのラメのギターのやつを持ってるんだけど、可愛いけどちょっとかっこいい感じになるのですごい好き。あとニーハイなところも好きだし、あとねミルクのソックスって履いた時にこう柄が変に伸びてすごい嫌な感じのってあるけど、ミルクのソックスは履いても嫌な感じにならなくて、女の子の味方と思うんだけど。あとその3、ミルクの小物シリーズ、いちごちゃんのこれはブローチかな、ブローチと
リストバンド。基本的にドクロとかイチゴとかやられると危険なんだけど、もうこのドクロ何が可愛いかってリボンしてるから可愛い。このイチゴも私も今してるけど、これもこっちのシルバーのラメにするか迷って、いやどうだろう、シルバーのラメがいいのかな、黒がいいのかなと思って私は黒にしたんだけど、そう大ぶりな感じがまた可愛い。そしてここにミルクのチャームがついたり、雫がラインストーンになってるとかね。それでこっちのラインストーンはシルバーだけど、こっちのシルバーのラインストーンはピンクなんですよね。そういうことするから迷うわけだけど可愛いです。はい、以上おすすめでした。いらっしゃいませ。すごいなんか済ました感じだってそこで本気になるだってせっかくレクチャーしてもらったし、ちょっと真面目にやろうかなと思って、はい、かわいいけどちょっと悪い、ちょっとパンクな感じ、ライダースだしレザーね。はい、どうぞ。途中のこのもう揺れ具合がうっとりと思いながら歩いてたりして、危険だね、危険ですよね。ベニム、すごい久しぶりかも。ハート、ミステージ、たまにはこのハートも可愛い。もう本当に生きててよかった。コードネームは CBR。 カルガモ親子がいる。かわいいかわいい。あ、すごいよ見て桜の花びらの、あ、花びらの中に何か食べ物いるのかな。すごい、なんか桜風呂の中に入るカルガモ親子たち、すごいね。いいね、なんかこれぐらいバラの花びらとか入れてお風呂に入りたいよね。向こう行っちゃった。北海道です。もう自然がたくさんね。もうてか全然咲いているんじゃないの？これ違う？あれあれもこれ、これ桜じゃない？桜だ。微妙にも散っていますが、桜。なんで入学式はみんな桜なの？と思っていたら、あ、東京の方ではちょうどその時期に桜が咲くんだなと思って初めて知った。そしてあれが道庁です。かっこいい建物、
もう今はずっと東京に住んで結構何年か経ってしまってるので、割とその家は東京だし、まあ一応住んでるのは東京なんだけど、やっぱり北海道とか札幌とか帰ってくると、なんていうのかな、東京でいるより多分もっと自然な感じっていうか、ラジオの喋りとかも多分札幌のラジオの方が普通っていうかあんまりなんていうの、構えなくてもいいっていうか、まあなんていうのかな、すごい知っている場所だし、ずっとやっぱりここで生活してきたから、なんていうのかな、気持ち的にすごい楽っていうか解放される、割とすごいすごい、日本最大、すごいな。あ、だけどあれぐらいの方が可愛くない？なんか可愛いじゃない。そう、私ね結構こういうあれが好きなの、日本が、日本語すごい意味わかんない。札幌に住んでる時はもう早く東京に出たいと思ってたんだけどね、だからね割とね、だからそういう北海道の夜とかに気がついたのは本当東京に出てからで、こっちに仕事で来るようになってから、だってそれまで普通にお魚とかそれが普通だったから美味しいとは思うけど、これが美味しいんだっていうことには気づかないし、お水も美味しいんだってことには気づかないけど、東京と比べたらっていうか、東京に普段住んでたら、あーやっぱりお魚は美味しいとか、お刺身が美味しいとか、やっぱ 水もすごい、肌に合ってるとか、そういうことを気がつきます。ちょっと待って、怖すぎ、尻尾だからいけないの？そうそうそう。あ、すごいすごいすごい。うわ、怖い。あ、やったやった。お、キャッチ。動いてます。これどうやって、どうやって。頭重いで。頭だけふくにって回すと、そこだけ取れるから、持てるから。痛い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 。やめて、そういうこと言わない。そうそうそう。そうそうそう。かわいそう。かわいそうって注文した。え、ちょっと待って、どうすればいいの、どうすればいい、取れない、ちょっとやってみるか。ここ沿いだったと思うんだけど、多分あれ本当にあるかな、違うかな、一本違ったりするのかな、遠くはないはずだからこの辺のはずなんですけど、ああれじゃん、あるじゃん、コロリン、あそこに、これそうです、この看板、ほらここ、すごい、あ、そうだ、ここの地下ですね、ここのほら、コロニーっていうライブハウスが札幌の、私が初めてオーディションの時にライブをした場所、ここでなんか、あ、音がするけど、ライブ審査みたいなのがここにライブハウスがあって、いろんなバンドとかいろんな人たちが出て、でその中に私も出ていて、
それで見つけてもらって今に至るんですよね懐かしい。そうそう、14で14の時にデモテープを送ったから、多分その時だと思うので、中3になる前か。5年ぶり。よかった、発見できてよかった、バンドマンの人たちがいて。そう、懐かしいです。すごいなんかちっちゃいライブハウスで、でも私はその時にもライブ審査でソロだったから、もう桶流して歌うしかできなかったんだけど、うん、でもすごい緊張した。多分なんかよく覚えてないです。だけどそのうちサポーでライブやるときはぜひやりたいねとは言っていて、札幌のゲラショップほら、私がいますよ。コードネームは CBR。
CD っぽいけど。そりゃそうだよね。今日は富士急ハイランドにやってまいりました。今も閉園後の貸し切り状態で撮っております。もうこれは金目の権限でちょっと富士急ハイランドを貸し切りにしてもらいました。でどうして富士急ハイランドに来たかというと、ジェットコースターを乗るに乗るためではない、メリーゴーランドを乗りに来ました。早速乗りに行きたいと思います。大きい。このメリーゴーランドはどこのメリーゴーランドってわけじゃないのかな。このメリーゴーランドはどっかから持ってきたとかではないんですか。ここのために作られた。へえ、すごい。これは何様式なんだろう。うん、大きい。やっぱほらジェットコースターとかも大きいから、木馬も大きくないと。馬は何頭ですか。全部で50あります。50頭。もうこの50頭が今日は私のためだけに動かされます。ちょっと中に入りたい、はい、すごい。わーい、乗り放題、選び放題
だよ。これは、あ、だけど木ではないですね。割とオーソドックスなタイプのメリーゴーランド。あ、天使がかわいい。どの子がいいかしら。私はね、基本的にね、お花とかのついてる子が割と好きではある。そうだな、ちょっと一回乗ってみよう。どういう音楽が流れる。あ、これお花だし、せーの、よいしょ。わあ、すごいよ。お、お、ああ、早い。早くない？すごい早いよ。なんで？早いよ。やっぱり富士急ハイランドだから。みんなジェットコースターとか乗った後とかに乗ったりするから、これぐらいじゃないとみんな乗ってくれないのかな。だってびっくりしちゃった、大きくて。ジェットコースターも、いや私本当にこういう場所でなんか出勤したい、会社とかに。動かしてください。すごい。いいな、私自分用のメリーゴーランドが欲しい。ちょっとでもメリーゴーランド主気分かもしれない。なんかオルゴールがどんどんなんか遅くなっていってよれていく感じがちょっとなんか寂しいんだよね。それで何回も乗っちゃう、いつも。リリーが今日はどこに行くの？東武動物公園に来ました。目当てはもちろんリリーです。地元の遊園地な感じの。だけどそういうところの方が実際すごい古い、あのメリーゴーランドがずっと残ってたり、割とローカルな遊園地っていうのは穴場なんですよ。木製ではありませんでした。だけど天井鏡張り、もうこれは珍しいことですね。もうあんまりね、なかなか実は天井が鏡張りっていうメリーゴーランドは少なくて、あの中心の柱の部分はね、鏡張りだったりするんだけど、本当に湖が映って綺麗だったけど天使はいませんでした。確かにポールとかは結構もう古いですよね。だから多分元は古いタイプ。かわいいお馬さんを物色中。あー動いた。あー、あー、いい動き。このさ、ちょっと
古くてガタゴト言ってる感じがすごく良くない？横浜コスモワールドにやってきました。もう音がちょっとだけしますけれども、またまたこれです。メリーゴーランドに乗ろう。行きましょう。チケット持って。コスモワールドの馬さんはね、あ、じゃあ馬車引いてる馬にしよう。来ていて、だから乗り慣れているよく知ってます。でもここは2階建てがやっぱ特徴かな。ここそ、なんかお花がね上ついてんの。なんかここの、でもね、ここの馬さんちょっと顔怖いんだよな。ちょっと怖くない？眉毛が怖い？なんか怖い。2階の馬さんに乗りましょう。これ動かないっぽい。え、これなんだろう。あ、違う、これ上下だ。こうじゃない？ゆらゆらにしよっか。他ないね。あ、こっちに白いのがいる。だけどなんか黒いの珍しいか、黒いのしよう。上下だよ。上下じゃない、前後。あー、ちょっとなんかなんていうの、メリーゴーランドじゃなくて、なんか子供の木馬でこういうのあるね。ロッキンホース。なんかね、メリーゴーランドって終わるとなんか寂しくなってもう一回乗りたくなる。なんでだろう。いつもに絶対1回では終わらなくて、 2,3 回は乗る。もう気に入ってたらもうガンガン乗ります。それでやっぱメリーゴーランドって動かせないから、ここに会いに来なきゃダメだし、なんかこうまた会いに来てねっていう感じでちょっと寂しくなる。遊園地だからね、結構みんな遊園地で、メリーゴーランドってなかなかみんなほらあれでしょ、ジェットコースターとか乗って乗らなかったりするけど、結構各地のメリーゴーランドはもういろいろ違いがあって楽しいんですよ。もうこれからどんどんまだ乗っていないメリーゴーランドを制覇していこうと思っていますので、は
はい、こうご期待。すごいよ、すごいすごいよね、もう一回乗りたいよコードネームは CBR。 一番好きや。人までしか乗っちゃいけないってこと？なんか見えた、なんか見えたよ、なんか、なんか見えたよ。かわいい。あ、なんか見たことあるかも、でも。あ、このメリーゴーランドの売ってるところ見たことあるかもしんない。だけどこのウサギさんに見覚えがなくもない。だけどもしかしたら違うかも。かわいい、いい感じ。私これぐらいのサイズでいいな。この馬さ、この馬なんかどっかにいなかった？東部の大馬と一緒の馬じゃない？これバリオ馬一頭だけでもなんか買えそうな気がする。ちゃんと綺麗にしてからじゃないとこの馬には乗れないかも。だって可愛いもん。だからあ、早く着替えしてメイクしよう。Okay。だってじゃないとね、本当のテンションは上がらない。目も覚めたしやっと。でも輸入して持ってきたんですね。そう、15年ぐらい前に買って、それで向こうからね、組み立てる職人さんとかも。すごい。で船でも、あれでも、ね、一体一体違う。そう、あのね、裏表もね、ペイントも手書きなんです。ですよね。そうで、あの大馬もいろんな種類の大馬を使っている、もしかして。そうなんですよ。すごい。私だけど、とりあえず今はメリーゴーランド1個全部置くスペースは絶対ないから1台でもいいから、メリーゴーランドの大馬を部屋に置きたくて、途中に置いてありますよね。2台ね、置いてあります。あれは馬だけで、あれは馬だけで、ご注文したんですか？そう、入れ替えで。外に置いてるやつは1体60万ぐらいなんですけど、今ね、もしかしてちょっと聞いてみますけどね、中に、こっちから、中に1個飾ってあるのがあって、それはすごい高いんですよね。へー、私アンティーボールボールも好きで。ああ。ここの中は、だから今日初めてですよね。はい。はい、あのいろんなオルゴール感 見たことあると思うんですけど、もう全然違います。なんかもうシックで、結構重厚な感じで。世界に1台しかないと思うんです。音聞こえる。本当？はい。
けますよ。これ聞けるの？これいっぱい、これ CD があるよ。売ってんの？売ってるよ。これね、ちょっと私後で CD 買ってから。私もアンティークオールゴールの CD がすごい好きで、ガタッとかボンとかいうのが好きで、お金が落ちる、うん、はい、大きいですね、はい、これなんかびっくりしました？大丈夫、あの、何かわらないかな。すごい、いるのが好き。上の絵が天使でしょ。天使がだって踊ってんだよ。あれすごいわ。全然言葉になってない。すごいね。これはこちらの所有のものなんですか？すごいね。どうやって買ったんだろう。しないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ。あたしが誰より一番好きよ、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 星たちが輝くよ。私が誰より一番、私がいつでも一番、あなたの全てが好きよ、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 一番。